できてるかな。こんにちは。やっほー、できてるのかな。さちです。ちょっとインスタライブ一人でやるの初めて。できるかな。やっほー。すごい。やっほー。実は今日は皆さんにお知らせがあって今インスタライブをしてます。今声聞こえるかな。声聞こえてる、聞こえてるかな。そう、今日はみんなにお知らせがあって今インスタライブをしてるんですけど、なんと今日さっき、6時くらいに YouTube を始めました。イエーイ。そう、YouTube を始めてしまいました。何を載せるかっていうと、私がいつもやってるストレッチだったりとかトレーニングだったりとか、あといつも食べているもの料理とかをどんどん残していきたいなっていうふうに思ってて、で今1個載せたんだけど、さっき2時間前くらいに、こんな感じです。見えるかな。見える？今一個ね、乗せたの。さっき乗せて、で今368回再生数がある。超嬉しい。380回、もう本当に嬉しい。あとチャンネル登録者数が今419人、嬉しい、めっちゃ嬉しい。そうで、どうしてこのストレッチをやりたいかというと、ストレッチというか、そのこういう私が普段ストレッチとかトレーニングをやっているのを載せたいかっていうと、実は私昔12キロくらい太ったことがあって、っていうのも3、4年前くらい、もう本当12キロ太ったので、女の子に多分あるあるなんだけど、ストレス溜まっちゃうともう食べちゃうの私。でそれでもう当時ストレス、受験のストレスとかいろんなことが重なって、キットカットのさ、ファミリーパックってあるじゃん、それを毎日食べてたの、勉強しながら。受験勉強で、それで、気づいたら3ヶ月から半年くらいで12キロくらい太っちゃって、でもうやばいってなっちゃって、それでダイエットを始めたんだけど、もう最初すっごいもう無理なダイエットばっかりしてて、もう食べないみたいな、もう5日間断食してやるみたいな感じでやってたんだけど、やっぱりどうしてもさ続かないじゃん。でもはやリバウンドしてもっと太っちゃったりとかして、でもうほんと負のサイクルになっちゃって、でもうこれはどうにかしないといけないって思って、その時モデルのお仕事もしてたから、すでに、そう、それでどうにかして元に戻らなきゃっていうか、いい体にならなきゃと思って、そこで始めたのが運動だったの。でもほんと運動し始めてから人生が変わったって言っても過言じゃなくて、私にとって。最初運動するのが本当に嫌だったの、なんかもう太った自分を鏡で見るのすらすごい嫌だったから、だったんだけど、運動していくうちにどんどん心が変わっていくことが分かったのね。でそれで心が変わるとなんとなく体もどんどん変わってきて、もっと人と会ってご飯食べようとか、食べることがすごい楽しくなっていったのね。でもっといいものを食べようって思って、野菜とかいろんな栄養素の勉強し始めて、でそこからもう本当健康オタクみたいになったの。そう、それで今回 YouTube やろうって思ったのは、そういう自分の経験をどんどんいろんな人に伝えたいなって思って、なんか多分いろいろ体型のことについて悩んでたりとかする子も多いと思うし、インスタで質問の募集する時も結構、どうやったら痩せますかとか、いつも何食べてますか、どんな運動してますかっていう質問が多いから、だったらさ、もう YouTube で配信しようと思って、
って始めました。ちょっとちなみにね、今あのカメラにちょっとだけあの割れ目が入っちゃってて、なんかぽやーってしてんだけど、ごめんね。そうだから、そういう理由で YouTube を始めようと思いました。で、していくことは、さっきも言ったんだけど、まあ、トレーニング、私がいつもやってるトレーニング、パーソナルにも通ってるんだけど、家でできるトレーニングを配信したいなって思って、あとストレッチとか、いつも朝ごはんに作ってるオートミールの作り方だったりとかをメインに、他にも旅行行ったらその時ちょっとビデオ回したりとか、あと友達と Q&A やったりとか、いろんなことやっていきたいなって思ってて、みんなの意見もどんどん知りたいなっていう感じです。みんなどんなの見たいかな。どんどんコメントしてね。そう、絶対見る、ありがとう。あ、マリアちゃんとコラボしてください。いいね、したいしたい。スキンケア、スキンケアもいいね。そう、そういう理由で始めようって思ってます。1週間のご飯公開、あー、そういうのもいいかもね。5分でできる腹回り、あ、それね、もう実は撮ってて、腹筋だから、それをちょこちょこ週に1回くらいを目標にどんどん載せていきたいなって思ってる。前髪上げてみて、ピョン。ちょっと関係なくなっちゃった。そうだから、そんな風にしていきたいと思います。でね、今回初めてYouTube1 個目載せたんだけど、私がいつもお風呂上がりとかトレーニング前にしているストレッチなんだけど、なんでこれをしてるかっていうと、ストレッチってもう本当に大事で、筋肉ってさ、普段動かしてる時とか筋トレする時ってさ、縮むじゃん。でも伸びることって自分で意識的にしないと伸びないのね。で、伸びると何がいいかっていうと、筋肉がほぐれて凝りが取れたりとかするから、肩こりとか腰が痛い人も筋肉を伸ばしてあげることによって改善されるっていうのと、あと代謝がすごい良くなるから、まあ痩せやすいって言ったらちょっと語弊があるけど、消化がしやすくなる、体になる。だから私は本当にトレーニング以上にストレッチをするようにやってます。トレーニングしてから、私もともとすっごい体が硬くて、本当開脚ももう全然できなかったんだけど、この今乗せてるストレッチをお風呂上がりに毎日5分するようになってから、猫背がまず改善されたのね。ちょっと今猫背だったけど、で本当になんか歩く姿勢が変わったねって言われるようになって、だからすごい猫背が良くなったのと、あとはなんかね、すごい眠れるようになった。本当になんかもうやっぱりストレッチってすごいリラックスできるんだよね。だからストレッチして寝るとすごいよく寝れるし、次の日パッと目覚めれるし、なんか体も調子いいし、姿勢も良くなるし、いいことばっかりで、だからストレッチは本当に大事にするようにしてる。で、今日はね、この1個目、5分でできるお風呂上がりトレーニング前のストレッチっていうのをサッチャンネルに載せたんだけど、今後はもっとこの発展バージョン、ちょっとなんかこういう、今こういうストレッチボール使ったりとか、あとね、よいしょ、こういうストレッチポールを使ったものとか、いろんなの私本当にやってるから、そういうのをどんどんご紹介したいなっていう風に思ってます。でね、この動画の話をすると、企画も撮影も編集も全部私とマネージャーさんでやってるのね。もう本当に大変だった、正直めっちゃ大変で、まず、企画は私はやりたいことが決まってたから、トレーニング系ストレッチ系やりたいですっていう風になって、
で場所を借りるところから始めるわけよ。今回こういう ここどうしよう、なんかねこういう公園でさやってるんだけど、なんで公園が良かったかっていうと、これはね自宅でもできるようにメニューを組んだので、自宅でさストレッチとかしてる時ってさ、なんかちょっと外にいるような気分、なんか爽やかな風だったりとか太陽とか感じたいかなって思って、私がそうだったのね。自分が結構ストレッチする時 YouTube でヒーリングミュージックとかかけながらやってたから、なんかみんなが家でやってるんだけど、ちょっと外の自然も感じられるような映像にしたいなっていう風に思って、今回公園にしました。でまず公園から許可を取るところから始まって、取るじゃん。そしたらもうないつも映像とかカメラ撮られる側だから、撮るってもうなかなか難しくて、もう本当にもう難しくて、カメラのアングルだとかちょっとなんか偏ってるとか、なんかすごい大変だったでちょっとなんか諦めそうになっちゃった時もあったんだけど、やっぱ今日改めて載せていろんな反応があってやってよかったなってすっごい思う。でまあ撮りました。で編集ももう初めてだったから、もうすっごい難しかった。パソコン使うのってなんかワードでレポート書いたりとか YouTube 見るくらいだったから、なんか編集を改めてするってすごい大変だった。でマネージャーさんと一緒にこうやってやった方がいいよねって、実はこのねこの今日上げた動画を作るのにリアル本当に 3,4 ヶ月かかっちゃって、もっとね本当は前にやろうと思ってたんだけど、あまりにも大変すぎて、だからもうテレビ局の人だったりとか普段撮られてる YouTuber の方たちも本当に尊敬しかない。こんなに大変なことをたくさんやってるんだなと思って、で英語をつけた理由も、トレーニング映像見ればさわかると、ストレッチ映像見たらわかると思うんだけど、なんか英語も入ってた方がもなんかみんな見やすいしさ、やりやすいかなと思って、あと海外の人も見れるかなと思って英語をねつけたの。ママとお姉ちゃんがロスに住んでるから時差なんだけど、時差を考えながら電話して、これってなんて言うのって言ったりとか、すごいね愛情がこもってる動画になってますそう、そんな感じで、なんかこのストレッチはやると本当にねなんかすっきりすると思う。もう今日朝やったら今日も一日いい一日にしようって思えるし、夜寝る前にやったらなんかよく眠れそうってなると思うし、とにかくねやってみてほしい。あ、パソコンの画像見えん。そうだよね、ちょっと待ってね、パソコンどうやったら見れるんだろう。ほいん、見れる見えるこれそうってな感じです。でさ、このチャンネルのこの上のさ部分見えるかな、なんか見えにくいね、どうしたらいいんだろう、暗くするこの、あ、見えるかな、このさ上のこの部分もこだわってるのでここにはねクッキングポジティビティをワークアウトトラベルって書いてるんだけど、まあ、クッキングは私がいつも朝ごはんに作ってるオートミールだとか普段食べているもの教えれたらなって、ポジティビティっていうのはなんかハッピーでいるための私なりの秘訣ルールだったりとかを話せたらなって、でワークアウトは体作りのため、でトラベルはちょっと旅行行った時に回せたらなっていうふうに思ってる。うん、どうかなんか質問ありますか今は
YouTube を始めた理由について話してました。みんな見てくれたかな、もうどう？チャンネル登録してありがとう、ありがとうございます。次の動画は、来週の金曜日18時に載せる予定です。これから毎週金曜日18時に載せようと思ってます。メイク動画見たい、やる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 ね。まだ見てないです、見てくださいで真似してみてください。どうかな、金曜日18時です。伝わったかな、なんかあ、さちちゃん英語のレッスン動画もお願いします。英語ね、そうだよね、やるやる。なんかお母さんがあのアメリカ人だから、ちっちゃい時から話してきたから話せるのね。で、人に教えたことってあんまりないんだけど、できるようにしようかな。お、伝わったよ、よかった。ということで、じゃあもうそろそろお別れにしようかな。質問コーナーやってください。うん、質問コーナーは実はあのこの間ロスに行った時にお姉ちゃんと撮ってて、それを来週あげようかなっていうふうに思ってる。っていう感じです。じゃあまた来週の金曜日18時に YouTube は載せます。で、どういう動画が見たいかとか、どしどし、コメントしてください。では、そろそろ行こうかなじゃあね、見てくださってありがとうございます。バイバイ